連日の猛暑から少し気温も下がって、昨日は曇りになりました。ただ夏は始まったばかりで、これからもたびたびこういった猛暑日は来ると思うので、今回その猛暑日を越せれているのか、様子を見に行こうと思います。いきなり不穏な感じの多肉さんを見つけました。で、外葉も弱ってはいるんですが、中心も軽く高温になった時に障害として出る葉が変形するという症状が出ています。ただこのくらいなら涼しい場所に少しの間移動させて安静にしておけば大丈夫だと思います。錦の上には遮光ネットをしていたので大丈夫そうです。錦は白いので焦げやすいので、今回もししてなかったらかなりやばかったと思います。それでも焦げてる子がいました。で、ゴールデンウィークも焦がして、今回の連休も焦がしてしまったんですが、今年がすごく日差しが強いのかなとも思ったんですが、おそらく梅雨入りをしてずっと曇りが続いていたので、その曇りに慣れていた多肉さんたちが連休にいきなりピカーンと久々に強い日差しを浴びて、今回葉焼けをした多肉が出たのではないかなと予測しています。これは個人的に思っていることなんですが、アマビレやモンロウ系は厚葉なんですが、すごい焦げやすい気がしています。というか、アマビレとモンロウは毎年焦がしています。結構葉焼けした多肉はあったんですが、救いなのはじゅれた苗がなかったのは良かったかなと思っています。そして一番何よりも心配だったのが、この奥に置いているロメオ系です。で、今回の猛暑に耐えられなかったら特別管理にしようと思っていたんですが、ワンちゃん乗り切ってくれるかもしれないと願っていたんですが、ロメオ系は水を切ってるのもあるんですが、他の苗と比べると明らかに弱っている姿になっていました。で、あまり過保護にせずに耐性をつける方向で、後々の管理も楽になるので、そういう管理をしたかったんですが、今回迎えて初めての夏になるので、いきなり環境に慣らすのではなくて、この間のような40度に近い日は
やっぱり避難させることにしました。で、よく見ると葉焼けも起きているんですが、外葉はかなり柔らかくなっています。ちなみに3連休の天気はこんな感じだったんですが、気温も注意レベルではあるんですが、今回思ったのが、この曇りと晴れマークの日が落とし穴だったなと思っています。連休中余裕がなかったっていうのもあるんですが、出かける前に曇りだったら、まあ、大丈夫かなと思って遮光ネットをせずに出た時に、おそらく葉焼けをしたんだなと思っています。で、今時期は極端に天候が変わるので、万が一の方を選択しておけば葉焼けも免れていたかもなと思っています。で、こちらはちょっとかなりひどい葉焼けにも見えるんですが、黒系多肉です。黒系も夏に弱いので、早く陰になる場所に置いています。そして梅雨入りして雨の影響を受けまくってボロボロになってきたので、移動させた寄せ植えと群生です。で、場所を変えて充電式の扇風機を設置したんですが、その効果なのか寄せ植えは全然元気に大丈夫そうでした。やっぱり風は大事なのかなと思っています。で、使っている充電式扇風機はこちらの動画で紹介しています。で、ここはもともと先ほどの寄せ植えなどを置いていた棚なんですが、今はクラスラーや夏に強い多肉を置いています。で、この棚は前も紹介したんですが、ゲリラ豪雨などは雨よけ対策しなければ完全に濡れてしまう棚です。
今まではゲリラ豪雨の後に水滴飛ばしをして蒸れ対策などをして悩まされていた棚なんですが、今は水をすごく欲しがるクラスターの成長を助けてくれています。ただ蒸れると病気になりやすい属性でもあるので、蒸れすぎも注意しなきゃいけないなと思っています。で、今回猛暑続きの後にタニパトをしたんですが、エケベリアは何個か葉焼けをしていたり、ロメオ系は弱っていたりはしたんですが、ほとんどの苗が踏ん張って頑張ってくれていました。Cause I know that a girl like you could be falling.